はいどうも、凡人でございます。ということで、今日の動画はですね、FC 岐阜対松本山雅 FC のマッチレビューというところでやっていこうというふうに思います。今回は岐阜編となります。結果は1対3というところで、まあ本当に悔しい敗戦というところになってしまいました。この試合個人的な感想なんですけれども、FC岐阜は勝てた試合だったかなというふうに思います。確かに松本山雅はまあ本当にいい選手がいっぱいいて、まあ、特に横山なんかはね、このシーズン特に光り輝いてる選手がいて、まあそんなチームにね、勝てるのかっていうところで疑問に思われた方もいらっしゃるかもし、れませんけれども、個人的にはですね、この試合正直勝てた試合です。少なくともあの2失点、後半の2失点しなければ十二分に戦えて、まあ、いましたし、実際追加点を得るチャンスもありましたし、勝ち点3を手にする可能性はあったというふうに思います。というのはですね、松本山雅の方は正直そんなに、際立って良かったかと言われれば、僕はそうではないというふうに思います。まあ、向こうはいつも3バックでやっていたんですけれども、まあ、その中でも今日は我々の、まあ、岐阜のね、フォーメーションに合わせてくるように 4-4-2 の形で最初スタートしていました。対する、まあ、岐阜の方は前節中盤戦からメンバーも変わらず、フォーメーションも 4-2-3-1 のまま組んできて、まあ、前半からお互いね、中盤でのせめぎ合いってところがしっかり戦えてましたし、ラインも低くなく、相手もまあ低くなくというところでしたけれども、まあでもそんな中でもしっかり戦えていました。中にはまあロングボールからね、特にフレイレからでしたけれども、前線の山内にボールを収めてもらって、そこから左右に久保田を中心に展開していくというような戦い方もしっかりできていた、そんな試合でした。まあなんで少なくともそんなに内容自体は悲観するようなものではありません。全然、松本山雅と越して戦うという言葉、通りのね感じで、全然そんな我々がもうずっと攻め続けられていたわけでもありませんでした。ただ惜しかったのはやっぱりこう自陣のペナルティエリア内での判断ミスというか、そういったところがちょっと多いかなと。まだまだそういったところでの失点が抜けないなというところが、まあ、この試合つくづく感じられたシーンです。そのシーンの最たるものが後半のあの2失点コーナーキックから振られて、最後はまあ隅田に真ん中からまあシュート打たれて決められると、あの形ですね。これは本当富山戦の時でもね、同じような失点シーンがありましたし、過去にも何回も去年からやっぱこういうミスは積み重なってきてしまっています。まあ松本山が確かにそのいいコーナーキックのね、精度を持つ選手がいて、そして、そのこぼれ球にはしっかり反応できる選手がいたとはいえ、まあでもその中でもやっぱり我々は対応できるやっぱ部分はたくさんあったと思います。やっぱりあの安定シュートを真ん中から打たれるってことは、イコール真ん中にスペースが空いてるというところ、しっかり詰められてないというところなんですよね。去年かなのとある試合の時でも言ったと思うんですけど、多分ああいうところで一歩でも前に選手が例えば一人こう出ているだけでも、やっぱそのシュートコースっていうのはかなり狭まるはずだと僕は思ってます。やっぱそういったところでこうだんだんやっぱり失点を積み重ねていくことに、やっぱりこうセットプレーで守備する時のマインドっていうのがどうしても、ああまた入っちゃうよなから入って、また失点してしまうという、こういう悪い流れが積み重なって、今の岐阜がまああるんじゃないかなというふうに思います。なんでこればっかりは正直セットプレーに関しては練習と実践、この2つでとにかく経験をこなしていかないことにはなかなか改善されない問題ではあります。なんで、今おそらくまあ岐阜の方はマンツーマン気味についているかと思うんですけれども、それを例えば考え方はこうやってゾーンディフェンス、選手にはつかずにもうしっかり自分たちの危ないと思ったしゾーンをみんなで囲んで守りきるという考え方に変えてみるとか、まあ、そういった変化をね、つけていく時なんじゃないかなというふうに思います。まあ、さっきも言ったように本当この試合岐阜が全然その攻めれてなかったというよりは、そういった取りこぼしがあったから勝ち点3拾えなかったというところがまあ一番大きいと思います。実際その前半先制された後すぐ菊池のゴールで追いついたわけですからね。そういった意味でもそんなに、まあ、我々がね、引けを取るようなところではなかったというふうに思いますので、
まあ、今後の試合もやっぱりセットプレーっていうのはどうしてもやっぱり付き合っていかなければならない大きな問題の一つではあります。そういったところで点をこぼさない、そしてなんかどんな形からでも1点取って逃げ切ると、まあ、そういった、まあ、今の言い方はちょっと悪いかもしれませんけれど、そういったね試合展開を続けていくことがこれからの FC 岐阜には求められているのかなというふうに思います。まあとにかく我々はねもう勝っていくしかないので、とにかく勝ち点を取るというところに重点を置いてこれからも戦っていってもらいたいし、まあ、我々もね、しっかりと毎試合全力で応援していきたいなというふうに思います。ということで、今日の動画はですね FC 岐阜対松本山雅 FC のマッチレビュー、岐阜編というところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。